バチカン美術館のアポクシオメノスアポクシオメノスは古代、ギリシアの彫刻によく見られる主題で、古代、ローマなどでも使われた裸か機器を使って、汗や汚れを落としているアスリートを表している。拭うものとも、古典古代機の最も有名なアポクシオメノスは、アレクサンドロス3世のお抱え彫刻家だった、シキオンのリュシッポスが、紀元前330年頃制作したものである。 元々のブロンツ像は失われたが、ダイプリニウスの博物誌の記述で知られており、さらに紀元前20年頃ローマの将軍、マルクス・ウィップサニウス・アグリッパがローマに建設したアグリッパ屋上にリュシッポスの傑作を設置した。後の皇帝テベリウスはこの像に夢中になり、それを自分の寝室に移させた。しかし、これが我々のアポクシオメノスを取り戻せという騒動に発展し、 皇帝は恥を書いた。ローマのバチカン美術館にある大理石製の複製は1849年にローマのトラステベレクで発見されたもので、この像の複製とされている。その石膏模型がすぐに各国のコレクションに入れられ、教科書にもよく掲載されるようになった。この像は、闘身大よりやや大きく、ポルクレートスの七闘身ではなく、 ルュシッポスの特徴である八頭身で、手足が長く薄い。ダイプリニウスによれば、ルュシッポスはいつも他の芸術家は人間をありのままに描くが、自分は人をそうあるべき姿に描くと言っていたと、中記している。ルュシッポスの彫像は真のコントラポストとなっており、外に伸ばした腕が動きを与え、見る角度によって違った表情を見せる。大プリニウスはまた、同じ主題を、 ポルクレートスやその弟子であるシキオ音のダイガロスが制作していることにも言及している。ポルクレートス派の断片的なブロンズ像は腕を低く構え、左腕から汗と汚れを落とそうとしている。この像は1896年トルコのエフェソスの遺跡で出土した。現在はウィーンの美術史美術館で保管している。 保存状態が非常に良いため、紀元前4世紀のオリジナルなのか、ヘレニズム時代の複製なのかは、学者の間でも議論になった。ウフィチ美術館のメディチケコレクションには、クラシック機のネオアティック様式の像があり、エフェソスのブロンズ像が発掘される以前は、紀元前5世紀のオリジナルと見られていた。クロアチアのアポクシオメノス1999年。 クロアチアのロシニ島シ近海でほぼ完全なアポクシオメノスのブロンズ像が見つかった。これは今のところ紀元前2世紀から紀元前1世紀のヘレニズム期の複製と見られている。現在はザグリブの美術館にクロアチアンエイパキシミューノスとして収蔵されている。ふくよかで短いや語や整っていない頭髪などの特徴がエフェソスのブロンズ像と 共通している。エルミタージュ美術館には頭部の素晴らしい複製がある。別のアポクシオメノスのブロンズ像頭部が18世紀初頭にベネツィアでベルナルド・ナニのコレクションに入っていた。ナニのコレクションには他にもペロポネソス半島で見つかったものが含まれていた。キンボール・アート・ミュージアムはこの頭部もギリシア本土で見つかったものではないかとしている。 この頭部も、クロアチアのアポクシオメノスと同様、唇に銅が化粧張りされていて、目にはガラスや銅が造眼されていた。このように、クロアチアのアポクシオメノスを代表とする特徴が、共通な像の断片は6個ほど見つかっており、古代にはよくあるアポクシオメノス。一方、バチカンのアポクシオメノスは、ポーズが逆向きであり、 デュシッポスのオリジナルからの派生と見られている。ありがとうございます。